この王座で行くとちょっと厳しいかもと思いましたね。僕はやっぱり最後まで吉川さんが響いたけどね、あのボール狙ってたと思いますけどね。江川卓の高され、今回は今シーズンの巨人を振り返っていこうと思います。巨人振り返る、はい、ずいぶん前に話しましたけど振り返るんですね。そうですね、はい、まあ、ちょっと、撮影のタイミングとあったんですけど、はい、まずはクライマックスシリーズの覚えてるかなっていうところですよ、ずいぶん前だから、はい、まあ、言ってくださいね、なんか思い出しますから、はい、思い出しながら、はい、はい、まあ、阪神と DeNA で、はい、立ち上がった DeNA と、はいはい、巨人が、はい、ファイナルシリーズで戦うわけなんですけども、ええ、まずこのカードの組み合わせとなったとき、江川さんはどう考えていますか？まずびっくりしたのが、思い出してきた、少しずつ。吉川さんが怪我で出れないっていう情報が、当日入ったのかな。そうです、当日、ニュースは当日でした、ね、そうですよね、だから当然出るもんだとちょっと思ってたっていうのがありましたね。それが一番びっくりしましたね。それで、オーダーを見たときに、えって、こういうオーダーになるのっていう。2番がね、増田が2番だったね。3番が、オコエさんじゃなかったかな。なんか思い出したそうですね。そのオーダーを見たときに、吉川さんがいないとこういうオーダーになるんだねという印象で、これでこのオーダーで DeNA で戦うと分は悪いですよっていうのを一人でテレビに向かって言ってましたね。で、初戦どっち勝ったんだっけ？ DeNA。 DeNA 勝ったんだっけ？はい、2-0。あ、 2-0 完封されたんだっけ。ごめんね、ちょっと覚えてないんで、ちょっと前なんで、なんかそのイメージだけ覚えてるんだけど、はい、それで点数取れなかったのか。ケイに6回まで1安打なんで。あ、ピッチャーケイさんだった。ケイさんはね、思い出した。ケイさんはその日は日本シリーズの出来よりもボールが2つ目高かったので、すごく高めの、まあ球は速い人なんですけど、制球は少しちょっと高めにボールが浮いてて、あ、これうまく見送ってたらフォアボール結構選べるなっていう状況だったんですよ、僕の見方ではね。それが割とこう塁をあまり埋めたんだけど打てなかったのかな。ちょっとその辺はちょっと覚えてませんけど、これは完封されたらまずいねっていう一戦目でしたね、印象は。それはだからオーダー見た時にびっくりして予想通りになったっていうとおかしいけど、戸郷さんがどっかでホームラン打たれてなかったっけな。ホームランじゃないか。いや、佐野に打たれたホームラン。佐野さんに打たれたんだっけ、チェンジアップかなんかね。うん、4回に打たれた。そうだよね。それで 1-0 のずっといったんじゃなかったかな。で、7回に、筒香選手が代打で出てきて。レフトになってる。犠牲フライだっけね。あ、タイムリー。タイムリーだった、はい、タイムリーだった。レフトの方に、うん、はい、打ったんじゃなかったっけ。当ててそのポンとね、それは高梨さんがだったんじゃなかったっけ。そうです、そうだよね。うまく当てて落としたんだね。そうか、レフト前に落としたのか。で 2-0 か。その時だから1戦目終わった時にこのオーダーで行くとちょっと厳しいかもと思いましたね、うん、はい。そしたら2戦目オーダー変えたんじゃなかったっけな。少し変わったと思います、うん、ちょっと2番にセンターオコエ、3番セカンド中山。あ、そうそうそう、うん、だから何がこう難しくするかって、シーズン中にない打線だったからね、1戦目2戦目と。2戦目どうなったんだっけ、まあ、もう連勝覚えてないの。2-1で DeNA が連勝したんだっけ。連勝です。森選手のタイム、あとオースティン選手がホームラン。あ、菅原さんだっけ。菅原さんで3戦目、うん、1番長野選手、うん、で2番オコエ選手、うん、で3番に丸選手、うん、この試合はまず岡本選手が先制ホームラン。あ、そうだっけ。で、レフトのボールのところに打ったやつか。そうです。で、はい、その後に、オースティンさんに、同点だった。打たれたんだっけ、右中間か。
同じ感じでしたよ、その前の試合と。うんうん、同じところのボールじゃなかったかな。はい、ちょっと高め。そうでしたね。はい。で、5回、ツーアウトランナー3塁で、赤星選手が暴投。あ、そう、外側にボールが引っかかって、はい、そうだ。うん、それで決勝点入ったんだな。はい、わかりました。思い出しました。はい。で、これで3連敗。ああ。で、4戦目は井上さんになるんだ、ピッチャー。4戦目、はい。その時解説したんじゃなかったかな。そうです。4戦目はね。はい。そうでしたね。自分の解説したのも、ね、忘れるようになるから、言っときますけど、これ忘れるようになりますからね。今は覚えてますけど。はい。井上さんがいいピッチングしたんですよ。6回か7回まで1安打でいって、それで、赤星さんと、今ピッチャーの赤星さんじゃなくて、こっちの赤星、阪神の赤星さんと解説させていただいてたんですよ。で、秋山さんもいらっしゃって、3人でやってたんじゃなかったかな。赤星さんと、6回は下位打線なので、これで 1-0 だったんじゃなかったかな。そうです。そこまでね、井上さんいいピッチングして 1-0 だったんですよ。それで、赤星さんとこの回終わって7回に打順が回ってくるので、その辺でちょっと3回りちょっと変えるかどうか考えるとこですね、なんつって。で、まだ言ったの覚えてるんですよ、これ。自分でやってたからね。ピッチャーっていうのは、3回りぐらいになってくると、球威も落ちるんですけど、球威とともにコントロールも少しばらつき始めるっていうのが、大体3回りぐらいなんですよね。カンってホームランが出たんですよ。キャッチャーの戸柱さんが、ライトスタンドでランナーでホームランが出た、その瞬間に。で、その解説席がシーンとなったっていう言った直後だったんで、ああって出たかっていう感じの1対1だったんじゃなかったかな。でもそのゲームどうなったんだっけ、巨人勝ったんじゃなかったっけ、はい、で7回裏に、岸田さんがセーフティースクイーズ、ああ、そう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 。で、オスイさんとか飛んでね、うん、グラブに引っかかってね、暴投になったんだね。あ、その前に、ジャクソンさんが、こう、フィルダー処理する。あ、そうか、そうか。その次の長野さん。あ、ホームにバックホームしたんだね。で、その後に、あ、そうです。その後に、ダブルスチール。ああ、そうか、そうか、ダブルスチールしたのか、1球目。ダブルスチールして、はい、うん。で、次、オスイさんとか飛んで、オスイさんがまたホームに投げて、その間、悪送球した。あ、でもあれ、スタートも良かったから、あれ、投げてもセーフよね。うん、という話はしてました。テレビで喋ってないんだけど、こっちだよな、投げてもせるよねっていうのはそれで喋ってましたね、うん、で、アドバンテージも込みで巨人は2勝3敗ですね、この時は。はいはいはい。で、5戦目山崎伊織選手が投げて、1対0で巨人が勝ち。ああ、そうそうそう。逆王手いいピッチングしたんだよね。で、この試合は中山選手のソロホームラン。それでもう3勝3敗になったんだ、アドバイザーで言うて。どっちが勝つかっていう話だったんだ。そうですね。で、まあ、いずれも接戦で好ゲームっていうところでここまで来てて、うん、最後ですね、6戦目ですね。うん、で、東郷選手と圭選手。うん。これ何対なんだっけ、最後。3対2で DeNA。あ、そうか。初回に、森選手のエラーですあ、そうか、普通の頃だったんだよね。ワンバンドかなんかだ、ショットバンド見ちゃったんだったっけ。うん。で、点数1点入れて、うんうん、で、その後4回裏に、うん、東郷選手がセーフティースクイズ、うん、で、牧選手が送球ミスをして2点、うん、2点目が入る、うん、2-0 で勝っていて、で、5回の表 DeNA、うん、梶原選手が出塁して、うん、森選手が、スリーベース。あ、右中間か。はい。はいはいはい。で、その後、フォード選手。はい。はい。がタイムリー。うん。で、同点。フォード選手がいいねっていう話をしてたんですよ。うん。時々代打しか出てなかったんですけど、いい感じでバット出す人だねっていう話を赤星さんとしてて、これはもう来年、残すんじゃないのっていう話をしてて、どっかでこれ活躍するかもねっていうのを4戦目に話してたんですね、2人で。これ結構、そしたらそこで打ったんですね、予想通り。割とこう、左ピッチャーにも割と開かないでうまく打てるってバッターなので、結構来年活躍するような気がしますけど、ただポジションがね、オースティンと
同じファーストなんだよね、ちょっと出る機会がどっかどっちかの外野守らなきゃしょうがないねっていう話をしてましたけど。で、2対2のまま、両チーム継投しつつ、ゼロ更新していた、していて、8回表の DeNA の攻撃の時に菅野選手がマウンドに上がったと。それは是か非かなんですか？まあ、そうですね、是か非。でもそれはありですよ、もうそこまでいったら。僕らも言われてましたけど、先発もベンチ入って投げるかもしれないって言われてましたから、そういうもう、まあ、クライマックスはなかったですけど、日本シーズンだったらそういうことも起こり得るんで、もう勝ちパターンでもリリーフで出てったら、もう先発も行くよって言われてましたから、それはもう心の準備してたと思いますね。この時点で、あと流れもちょっと、巨人のようには見えていたんですけど、同点でしょ、だって。はい、僕はやっぱり最後まで吉川さんが響いたけどね。で、その試合9回表 DeNA、牧選手が、菅野選手からレフト前ヒットで勝ち越したい。スライダーね。はい。三遊間抜けたんですよね。そうですね。で3対2ですね。あれね、難しいボールだったんですよ。投げてるのは多分完璧に高さもコースもギリギリいいとこですね。でもまあ牧選手もあれしかないと思って多分あのボール狙ったんだと思いますけどね。うまくバットに乗っけて打ったんで。まあジャイアンツはあれは吉川さん出てたら取れてたともちろん取ってたんでしょうけど、やっぱり通常のレギュラーのシーズンと違う打線でしたから。ちょっとジャイアンツの力は80で DeNA は10出したっていうとこじゃないですかね、最後の最後で。まあ緊急でこうヘルナンデス選手を2ヶ月ぶりに合流させて、まあ、即5番に抜擢と、まあいろいろと多分安倍さんも試行錯誤があったと思うんですけども、ヘルナンデスが出てきた時に3戦目か4戦目出てきたでしょ。で5番かなんか打ったんじゃなかったかな、ね。その時にこう最初の打席見た時にちょっとまだバットの振りがちょっと、もともとバット出すの遅い人なんですけど、それでもちょっとこう通常のレギュラーのシーズンはちょっと鈍いねって話は出てましたし、自分もそう思ってましたから、ちょっとこう活躍するまではちょっとシーズン中の最初のっていうかいい頃とはちょっと違うかなっていうのは感じてましたね。だからちょっと吉川さんのあるカバーするまでいかないかなっていう感じに見えてましたけど、その時は。まあ何にしても吉川さんの怪我が大きかったと思って、シーズン中吉川さんが、なんだろう、9月良かったからね、3割7分5厘かな、打ってると思います、確か。それがものすごくこう、チームにとっても勢いつけてたのが、パタッとやっぱり一人抜けちゃうと、打線ってあんなになるっていうぐらいの感じでしたね。それは痛かったですね。だからここでちょっと喋ったと思いますけど、ヘルナンデスの後に出てきた外国人モンテスも最初良かったじゃないですか。でモンテスと浅野さんが2番3番から打ってて、これが続けばってここで言ったような気がするんだけど、おっしゃってますね、はい、これがちょっと続く、最後まで続いてたらジャイアンツね、シリーズ取れるぐらいになるけど、これもしかして浅野さんがちょっと疲れてきて出なくなってっつったら、最後浅野さん出なかったもんね。で、まあその時に、吉川さんと岡本さんがガッて上がってきて、そうでしたっけね、勝ち切ったと言いますか、はい、だからそこがちょっとこう、ちょっと浅野さんとモンテスさんの落ちなきゃいいなと思ってたけど、そしたらちょっと最後こう疲れて内勤落ちたんでね、そこもジャイアンツとってマイナスだったかなと思いますね。という、まあ、激闘のクライマックスシリーズであったんですけど、考えてみるとそうでしたね。感想ですか？はい、感想あとまあちょっと、まあ、来季の巨人、そうですね、来季はこう菅野さんがメジャーに挑戦されるっていうことなので、今年貯金を12かな12か13だと思う、まあ、してる方が抜けるっていう可能性が出てきたので、これをどう埋めるかっていう、多分ピッチャーの方の、課題がちょっと出てきたのと、あとはそうですね、打撃の方もどういうふうに今度組み替えていくかっていう。で、坂本さんも年齢的にある程度
フルに出れないっていう年齢に少しなられてきたので、坂本さん半分ぐらい出られて半分をどういうふうに組むのかっていうことでしょうね。門脇さんも少し研究されて少しこう、打撃戻さなきゃいけないでしょうから、バッターの方もピッチャーの方も少しこう、組み替えというかこう安倍さんがどう考えられてやるのかっていうのはちょっと来シーズン楽しみということでございましょうね。これでシーズンの野球の話は続きますけど、シリーズの話はないと思いますので、来年の優勝っていうのはすごくどこが勝つのか難しいなってもう思ってます。また来年だったら準優勝するんでしょうけど、本当来年だけどこ勝つかわからないですね。これは難しいと思います。またそれは来年ゆっくりこのシーズンオフにかけて考えて結論出したいと思いますので、とりあえずシーズンの締めはこれで終わりますので、皆さんご覧いただいてありがとうございました。